ポンパンポーン。業務連絡、業務連絡。菜食兼備の後輩から、バレンタインなのに一人で過ごしているグレート哀れな先輩にお知らせです。マイルームの隅で自己存在を哲学する。ベッドの上で天井のシミを数えては安入いする。そんな非生産的時間消費に夢中だとは思いますが、今日はそれどころではありません。なんと、お客様はランダム抽選により人類代表に選ばれちゃったのでした。はい、そういうわけで、急いで着替えてくださいね。パジャマとかパンイチとか倫理コードに引っかかりますので。え？何をするのか、ですか？はい、具体的に言うと、はーい、逃げようとしても無駄でーす。魔法のステッキを振るえば超キュート。先輩の寂しい部屋も豪華なスタジオに早変わり。BB チャンネル始まるよコブタさんが部屋から逃げ出そうとしたら、そこはセラフ特設会場だった。なんて、このネタもやり飽きたのでこの辺で。突然の強制転送、お疲れ様でした。私とのフラグを立てた時点でバッドエンド確定ですから、ようこそ。そして諦めてくださいね。せんたいっていうか、なんで逃げようとしたんですか。そういう判断の早いところ、地味に傷つきます。確かに私はろくなことをしてこなかったし、これからもマックスエピキュル AI ですけど。バレンタインぐらいはマスターさんを喜ばせようとやる気満々だったんですよ。悲しい、悲しいです。辛くて胸が張り裂けそうです。あ、胸のサイズは見ての通りデンジャーカップなので、先輩におかれましては厳しい現実に悶々としながらのた打ち回っていただければと。はい、もちろんです。先輩の行動パターンは予測済みですから。その他のサーバントの皆さんからのチョコレート取得確率もバッチリ把握しています。これが、これが生意気にも結構な数なんですよね。この一年の先輩の努力を見くびっていました。なので変に意地を張らずストレートに行動に出ようと BB ちゃんは決意したのです。こういうのは早い者勝ち、インパクト勝ちですので。それでは先輩、これをどうぞ。BB ちゃん特製回るフェイトドラムです。あ、フェイトはもちろん悲劇的な運命という方で。はい、犬、虫、牛、ハズレ、4つの項目を用意しました。文字が揃うとそれぞれのスペシャルステージへご案内いたしますので、楽しみにしていてください。せっかくギミックに凝ったのに回してくれないんですか。まあでも
残念ですが、賢明な判断です、マスターさん。それで遊ぶと、バレンタインどころではなくなりますし。チェ？お世話になっている先輩のため、個人的な衝動をぐっとこらえる BB ちゃんなのでした。それでは先輩、そちらの商品を持ってお帰りください。リップの手前、いつまでも独り占めできませんし、今日はこの辺りで。提供は月のスーパー AI、 あなたの小悪魔ビビちゃんでした。